ちら、ご紹介していきたいんですけれども、こちら、コーストラインのオリジナルリノカフェイスになっておりますね。色味と、顔、こちらをどんどんご紹介していきたらなと思います。ではまずこちらフレックスオリジナルのリノカフェイス、丸めになりますね。はい、そして前後のバンパーがメッキラッピングされています。はい、そしてフロントにコーナーセンサーが2箇所ついてます。はい、こちら、お色なんですけれども、アルルブルーと言われるものになります。ブルー系になりますね。そしてツートンになりますので、天井の方は、若干アイボリーっぽいホワイトですね。そして車高の方は2インチローダウンしていますので、通常よりも約5センチぐらい低くなっています。はい、そしてこちら横浜のホワイトリボンのタイヤに、ディーンのクロスカントリーマーガレットホワイト、こちら16インチを入れております。もうこちらリノカに相性抜群ですよ。もうかなりおしゃれで、個人的にはすごくいいと思います。はい、そしてリアのメッキラッピングですね。そしてリノカオリジナルエンブレム、そして全席フレックスオリジナル新品のシートカバーになります。なんとこちらベッドの方も、シートカバーと同じ生地を使って特別にオーダーして作っています。こちらも新品になります。高さ調節が可能になりますね。はい、結構中古車両で皆さん気にされるのがベッドとかシートカバーがどれだけ劣化しているのかとか、前のお客さんがどういう風に使ってたのかって結構気にされる方多いんですけど、全て新品に変わってます。はい、では前の方もご案内していきます。はい、あと全席フロアマット、こちらも新品でご用意させてもらってます。リアの方もお願いします。はい、そして、助手席に 100V コンセントついてます。はい、そして ETC ですね。はい、そしてフロントのナビは、トヨタ純正ナビになりますね。はい、はい、いかがでしょうか。かなり、見た目はすごいいいかなと思いますので、もう即売れ必須になりますので、リノカをご検討されているお客様、これもう正直かなりおすすめですので、ぜひ一度見に来てください。で、実際南大阪店に来ていただけない他府県のお客様も、ぜひぜひ、お問い合わせをお待ちしておりますので、一度私田川まで、お問い合わせいただけましたら、詳細の方をお伝えさせていただきますので、ぜひぜひお問い合わせをお待ちしております。では今回のご紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。